こんにちは、キラです。ということで、今回の動画は、ソロランクマッチ、プラチナ帯でつまずきまくる、という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もいつも通りランクマッチがやってきたんですけど、今回のランクマッチも、相変わらずボコボコにされてます。まあ普通に新要素に対応できてないっていう部分もあるんですけど、シンプルにね、対面ボコられてるっていう感じでもあったので、しっかりとこの動画を自分で見返して、反省につなげようと思って、こういったタイトルとサムネにさせていただきました。僕のボコられ具合を見てみたい人は、この動画を最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートは、アキラ285でお願いします。じゃあこっち行きます。間違ってたよな、多分いろいろ今。危なすぎ、なんか変な対面だった今俺。危ねえ。一瞬やったな。あ、やばいわ。あー、詰んだな。おもろすぎだろ。うわー、マジ甘えた。マジで今の甘えた。超甘えたね。全然見てたね、敵。いや、めっちゃ降りてる。危ねえ、微妙に爪が甘い。一旦引きます。
うわ、マジか。いや、惜しい。いや、そこまで攻めてくねったらカウンターに意識持っとくべきやったな。ご利用しすぎた。ああ、最悪。うわ、最悪、マジで最悪なんだけど、もう何やってんだよ俺。もっとね、フェイントを増やしていきたい。なんでデカポの前やったん。うわ、マジかよ。悔しい。マジ悔しいな今の。うわ、弾かよ、最悪。OK。わーい、おもろい。ちょ、初動変えまーす。ちょっと初動だけこっち。オッケー、何もオッケーじゃないけどな。ですよねー。うまいですね皆さん。うまいですよ。ということで、この動画が面白かったためになったという方は、チャンネル登録、高評価、コメント、通知オン、お願いします。